こんな感じです。こんなん行きますか。はい、あ、これはもう気づいてないからどうでもよ。はい、こう、オッケー。事前にいいですし、今合わせられるよこれな。うん、いるがな。はい、こういうことよ。はい、はい、こういうことね。はい、こういうこと。あ、いるわ。こんにちは、私です。 TIE リュウです。皆さん、このゲームのスナイパー苦労してるんじゃないですか。え、横偏差がどう、ん、縦偏差、弾速、どうでもいい、どうでもいい。簡単にヘッショ狙う方があるんですよ、実はね。お見せしましょう。まずはね、アイリッシュというねキャラクターがいるんで、これで動きます。まあ、エイペックスランパーとみたいなキャラですね。これでもうスナイパー使ったらね、マジで余裕なんでね、まず見ていただきましょう。はい、もうエイムとかいらないんで、ちょっとあった方がいい。あ、よ、ちょっとはあった方がいい。あ、結構いる。うん、ミスはいる。はい、じゃあまずね、武器は DXR の8倍でいきましょう。これも好みやねんけどね。SR プラの人らはね、結構 SWS の6倍使うことが結構多いんですけど、まあ俺はちょっと弾速がちょっとだけ早い DXR 使いますね。は？敵おらんもん。は？なんでおんの？もう意味わからん。ムササビか。ムササビスーツでここまで来たんか。なるほどね。もう来れへんね。じゃあね、そうですね。適当な場所で立ておきましょうか。どこがいいかな。まあ、この辺でいいか。で、まあ、まず上から処理しましょうか。簡単に言うと、エイム合わせて、このガラス越しにエイム合わせてね。動かれたら無理やけど、で立った瞬間撃つという、これをやればマジで SR 対決負けないです。まず狙わせる、こうやって。はい、これ見た、今の絶敵からはもう理論上勝てないんですよ、これね。これを使って戦うと絶対勝てます。はい、絶対勝てます。絶対です。負けることはありえない。まあ、外すこと、こっちが外すことあるけど、あれはゆっくり狙おうかな、しっかり。やばくない？あの数。え、何やる？え、やばいってあれ。え、ボーナスステージ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 、何これ？え、何これ？ボーナスステージ。何？ボーナスステージやんけど、何あれ？見えるあれ？ AI じゃないからね、あれ。え、ボーナスステージやわ、これ。誰俺の方見てるやつ。何これ？ボーナスステージ終わっちゃったな。あの、セクターが取られました。あとは死を待つだけやです。うん。すごいボーナスステージあってね、9キルもしちゃった。まあ、要するにですね、相手はね、相手のスナイパーもこっちを見てんねんけど、その、こっちが、さっき立てるやん、しゃがみから。自由にタイミング選べるじゃないですか。で、立った瞬間撃つと、相手、マジで反応できないんですよ。相手が俺の頭を狙って撃ってきた時には俺もしゃがんでるんで当たらないという理屈なんですよね。これを使えばですね、 SR 対決では負けないですね。まあ、SR 対決だけじゃなくて、もうほとんどの場面でもう大体負けないです。ただ問題は後ろからボルトとか来た時ですね。はい、それはもう死ぬしかない。これはいまいちやな。この位置微妙っすね。この位置微妙っすね。あの、しゃがんでる状態でエイム合わせられんわ、あんまり。この位置は微妙です。あんまりおすすめしません。微妙やな、これ。キルは取れるけどね、めちゃくちゃ。この位置微妙っすね。ガラス越しにエイム合わせられへんわ。うん、微妙です。この位置はダメだけど。あ、でもこうすればいいんじゃない。ほら。こうやって一瞬立つ、一瞬立ってすぐ撃つみたいな。やべ、正面来てるわ。猛獣生産投げるから周りの突撃に任せましょう、これは。あー、もう盾がない方向は無理じゃ。起こしてくれへんかな、誰か。神神神、お前が神。あー、何そうそうそう、お前。まあ普通にこうじゃないですか。こうやってね、
もうたった1週間打つ。もうこれでいいっす。もうこれでもうやられることはないと、ほぼほぼ。竜巻が来てる件について、わらわら竜巻が来てる件について、ドット MP4 始まった今。いやでもあっちの方が美味しい。竜巻の中で俺は戦う。えい、いいんですよ胴体切るで、めんどくさいから。えい、いいですね、美味しいですね。目標を失った、そんなもの知りません。あれ人、おい、美味しいですねこれ。おい、美味しいですねこれ。もうあれは死体か。え、なんで、え、なんで通るはずがない。いや、なんかミスったかな今。なんかなぜか通った頭が。いや、この戦術が強いんですわ。あのエイムいらない。俺も別にヘッショそんな狙ってないでしょ。まあ狙ってはいるけど、あの胴体でも倒せちゃうからね。あの一発撃ってすぐ隠れて撃てばいいでしょ。うん、これをね、あのレベル60で解放される大物スナイパーでやると、あの5チャンネルにスラスラで可能性があるんで、ぜひねやってみてください。ちょっとね、この左の砂漠にバリケードを置いて戦うと結構ね強いんですけど、そのヘリとボルトとホバークラスを来た場合、無条件で死ぬことないんですが、それをもう認めてください。はい、諦める、それは仕方ないと。うん、え、まあこういう時もこれでね。はい、こういうことですね。はい、で使い終わったらもう回収したらいいんでね、これね。ほっほー、なるほどなるほど、そういうことですね。おい、おやん、えい、危ない。あらあら、この辺も強いですねこれ。ほんまにこうやってな、こう置いて、オッケー、あ、敵じゃない、味方やないかーい。んー、あ、残念ながら勝てないんですよねバリケード越しにはマッキーたち勝てないんですよね、実はね。なんか敵に合わんけどな。あー、あっちの方か。もう試合終わりそうやけど。はい、まばらやな。ああ、なるほどなるほど。はい、こういうことですね。あっ、ああ、右いたー。ああ、終わってもった。まあ余裕で勝利ですね。はい、というわけでね、アイリッシュの盾非常に強いんで、ぜひ使ってみてください。バイバイ。